3球三振、空振り三振、三振。今日はフォークボールを決め球に使っています。ここもだ、空振り三振。まっすぐで行くのか、行った、また三振。164キロ、空振り三振。決め球は何か、まっすぐで行った。佐々木朗希、空振り三振、ストライク。佐々木朗希、空振り三振。13人連続奪三振は163キロ。まっすぐでいった、163キロ、空振り三振。近くなってます、投げ飛びというか、空振り三振。あとは回った、とストライク一つです。何で決めるか、三振。佐々木朗希完全試合達成、やってみせました。佐々木朗希歴史を作りました。そして今伝説になりました。